ったんだけど。そう、水着持ってきてないし。ねえ、ゆき子。そうだよね。うん、残念。じゃーん、ジュネスオリジナルブランド初夏の新作だぜ。それか、あの時の買い物。先輩マジ引くわ。ペルサだ。おっせえなあいつら、どこまで着替えに行ったんだよ。先輩、その水着いいっすね。ハイカラだろ。ハイカラっすね。お待たせ。うわぁ、そんなにジロジロ見ないでよ。恥ずかしいじゃん。黙ってないで、なんか言って。二人とも似合ってる。何言い出してんの。最低。いや、想像以上にいいんじゃね。まあ中身がちょっとだけガキっぽいけど、将来いい感じのお姉さんになるぜ、きっと。な、なるかみ。確かに、すっげえ不愉快。私も。ああ、大丈夫っすか先輩。あ、ちょ、カンジ君。あ、何も落とすことねえだろうが。いいじゃん、どうせ入るつもりだったんでしょ。